こんにちは。市場経済と価格の決まり方についてやっていきましょう。まずは市場経済とはについてです。商品が売買される場所のことを市場と言います。デパートや商店なども商品が売買される場ではあるんですが、商店などではなく、ある商品が売買される場の全体のことを市場と言います。 市場と市場の区別については次のページで説明していきます現代の経済ではこうした市場が生活の隅々まで行き渡っており市場経済とも呼ばれておりますではここで市場と市場について解説しておきますまず市場とは商品をやり取りする場所のことを指します 例えば、野菜が売られているところは野菜市場。魚が売られている場所のことを魚市場と言ったりします。商店やデパートなども市場に該当します。続いて、市場とは何かということですが、市場とは取引する経済的な仕組みのことを言います。これは、商品をやり取りする市場とは区別して、 目にに見えなないいやりりりが行われててるる場場所も、市とと言って該当することになります。こま例えば野菜が売られていてその野菜の一般的な値段が表されているところを野菜市場と言ったり株が取引されているそんなインターネットの中での話も株式市場と言ったりさらに会社の合同説明会などで 就職をしたい学生たちが集まって話を聞いているような場所も労働力を提供したいそんな人たちが集まっている場所として労働市場と呼ばれたりしますつまり商品が目に見えるやり取りが行われていなくてもそういったものが売買されている状態のことを市場と言ったりするんですねそしてこの市場では売り手と買い手によって 価格がが決められることが大切ななポイントになります実際に物が販売されて目に見えるやり取りが行われている市場と実際に行われていない場合があったり目に見えないやり取りが行われていたりする仕組みとしての市場というものがあるということですねでは続いて需要供給と価格との関係についてです 商品の値段は、希少性によるものがあります。商品に対して消費者が買う、需要量と生産者が売る、供給量との関係で、この価格は変化します。商品の量に対して買いたいと思う人がたくさんいる場合、価格が上がる一方、商品の量に対して買いたいと思う人が少ない場合には、 価格が下が下っていきます需要量と供給量が一致すると価格の変化は収まり市場は均衡が取れた状態になりますこの市場の均衡が取れた価格のことを均衡価格と言います例えばマスクの例で解説しますとかつてコロナが流行り始めたとき 多くの場所ではマスクが売り切れになりましたそんな中でだと私たちは喉から手が出るほどマスクが欲しくてマスクがないと不安だという状態になりましたとなるとマスクの希少性が高まった状態だと言えますもともとマスクが100円で売られていたとしたら希少性が高まりなかなか 手に入りにくくなってしまったので、マスクは150円に値上がりしたりしましたよね。しかしそれが、もうマスクをみんなが手に入れた状態になり、マスクをそんなに新しく購入しなくてもいいということになると、高かったお金は自然と下げられていったことになったと思います。このように人々が欲しいなと思う量や、 市場に出回っているその量によって価格というものは調整されていくんですねそしてその人々の需要に見合った価格で出されることになりますそうして売られている価格変動しなくなった価格のことを均衡価格というんですねでは今回は以上になりますお疲れ様でした